怪我したりとか、もう指とかなんかあっち向いたりこっち向いたりとかして、すごい。でも病院とかでもその脳の検査とか、うん、喧嘩が終わったらゲー吐いても鼻から一生血止まれへんとか、そういうのが結構あったんで、じゃあ早速始めさせてもらいます。すいません、もろもろよろしくお願いします。まずね、ピーター先生、中学校の時に山ごもりをしてたんですか？いや、山ごもりはしてないですよ、別に。なんかウィキペディアによると、中学の時に山ごもりをしているって書いてあった。山に、遊びがてらに、体鍛えに行ってただけです。山走ったりとか。もうだからその健全な遊びですね、その小学生の時とか。あ、そう、山火事を起こしたりはしてない。まあそんなんはしてないです。なるほど。動物はちょっといじめてしまったかもしれないですけど。ちなみにどういう動物が いるもんなんですか、山の中には。いや、でもなんかね、ちっちゃい、なんかイノブタみたいなのが行きましたね。へぇー。生駒の方の、ちょっと山奥行ったら。へぇー。チャリンコで行ってましたからね。めっちゃ遠いです。あ、そうなんだ。1時間とかかかるようなところだったんですか？ちょっと、全く想像がつかないんですけど。もっとかかりますね。2時間以上かかるんじゃないですか、チャリンコとか。まあ、そのチャリンコで途中までしか行けないんで、はい、入ったらダメなところとか入って行って、その山登ったりしてたんで、こっから注意みたいな、こっから動物出ますよって書いてあるところ、はい、関係なく入って行って、へー、そうですね、そういうサバイバル的なことを小学生の時にしてたっていうだけの話で、はい、で何でしたっけ、14歳の時にタトゥーを入れたんですか？あ、そうですね。すご。中学生じゃないですか。そうですね、中学生ですね。すごい覚悟というか、なんか、いや、覚悟とか、何も考えてなかったですね。はい。それは、なんていうの？周りにそういう、なんていうの？友達がいたの？タトゥーしてるような。いや、その、自分らで、はい、まあ年上とかもいっぱいいて、はいはい、そのまあ犯罪なんですけど普通に、はい、もうその堀市目指してるような年上とかがまだ何の知識もない、なるほど、あれとかが、うん、みんなで集まって掘り合いとかしてたんですよ、機械借りてきて。すごい。そう、マンションとかの中で、はい、牧場でこう炭作って、こう炭こう吸ってグリ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 、はいはい、ほんでそれでもう自分らでやってたんで、だいぶ危ないですよね。え、ごめんなさい、針の長さと、ああそういうことか。え、犯罪っていうのは、ごめんなさい、そのは人の体にこうやって掘ったりするのはダメなんですか、未成年が。俺全然ごめんなさい。あ、そうなんですか。はい、僕は掘ってないですけど。ああ。掘られた側なんで。はい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 。で、その時に、まあみんなでこう、なんていうの、遊びの延長みたいな感じでおそらくやってたんだと思うんですけど、はい。なんていうの、その、金太郎の絵を掘ってもらったんですか？そうですね、最初、そんな感じでした。それはなんで、桃太郎とか、その浦島太郎じゃなく、金太郎なんですか？いや、まあ、その、なんていうんですかね、うん、まあ、その上のその年上に決められたんですけど、それ自分で、それも理由があってちゃんと決められた。どういう、まあ、その理由はちょっとあんまりよろしくないんで。わかりました。はい、その頃はすごいやっぱりいっぱい喧嘩とかやっぱするした感じなんですか？そうですね、なんかいっぱい喧嘩したっていうか、はい、なんかもともとそのもともと、まあ、いじめられた人がしてて、小学校の時は。あ、そうなんだ。そうなんですよ、はい。で、やり返してから自分が強いことに気づいて、で、そっからなんかこう、
そのまあなんか暴れるようになったんですけど、小学校5年ぐらいから。はあ、最初はもうその喧嘩好きになってどんどんやってたんですけど、はい、だんだんこう、狙われだしたりとかしたらめんどくさくなるんですよ。確かに。こいつ強い、あいつ強いってなっていて、はい、どんどんいろんなところが狙われだすんですよね。次から次へともうやりたくないのにやらなあかんみたいな。なるほど。そうなんですよ。それがもうしんどかったですね、最後らへんは。はあ。え、小学校の高学年ぐらいから喧嘩が始まるの？そうですね、小学校5年ぐらいからあめっちゃ喧嘩とかしだしましたね。で、もう中学の何年生ぐらいではもうめんどくせえな、またかよみたいになっていくんですか？いや、一番ひどかったのは中学校2年生ぐらいの時ですね。はあ、もうなんかこう挑戦状じゃないけど、なんかやろうぜっていうのが。いや、もうやっぱ挑戦状とかはないんですけど、はい、どこどこの誰々が強いとかそういうなんかをもうなんかあるんですよ、若い時は。はあ、ほんでそれでこういろんなところからこうなんやろう、そういう風に持っていかれるんですよね、そういう戦いの場を持ってこられるんですよ。はあ、それでまあ最初は楽しんでやってたんですけど、やっぱ怪我するじゃないですか。うん、もちろん怪我したりとか、もう指とかなんかあっち向いたりこっち向いたりとかして、すごい。でも病院とかでもその脳の検査とか、うん、もう喧嘩が終わったらゲー吐いても鼻から一生血止まれへんとか、そういうのが結構あったんで、それでなんか入院とかして脳の検査とかもしたりとかして、もうちょっと懲りてたんですけど、はい、まあそれでもやっぱ終わらないじゃないですか、こう一回やってしまったら。はい、そうですね。ほんでちょっとめんどくさかったですね、最後らへんは。へえ、はい、まあまあまあ、でも少年院入ってちょっとまあそういうのはなくなったんで。はい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 。え、ちなみに県、うんうんうん、はい、ごめんなさい、出てきてなんか何もやることなくて、うん、地下格闘技流行ってて、はいはいはい、あのアウトサイダーとか、はい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 、そういうつわものっていう、はい、大阪やったつわものっていう大会とか、はい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 、そういろんな大会が流行ってて、でそういうの出たいなと思って、結局懲りずにまた戦いに行ったっていう。で17歳の時に最年少でアウトサイダーに出るっていうね。あ、そうですね、そうですね、だから出てきてすぐでした。あ、そうなんだ。はい、一番なんかこうこれはすごい喧嘩だったっていうのはどんなやつですか？一人対一人じゃないでしょ。あ、まあ、それは一人対一人じゃないです。病院送りにされたりとかは一人対一人じゃないですね。何人対？それこそ真ん中なんで、うん、田舎なんで、もう自然にその喧嘩したりするのが山なんですよ。だから人目につかないんですよ。ああ、確かに。だからその一人で、でも一人で行かないといけなかったから、一人でよく行ってたんですけど、2回一人で行って2回ともすごい人数にやられましたね。何人ぐらいいるもんなんですか？何人ぐらいいたんですかね、ちょっと覚えてないですけど、まあその結構悲惨やったっすね。最初病院とかも行ったんで、どこがどうなっちゃうの？まあ、鼻がずっとね、まず指とか折れたりとか。うわ、すごい。もうそういうケースね。まあ自分が殴って折れてる分もあるんですけど、あ、指2本ぐらい折れたりとかしてましたね。相手は10人とかいた？もっと20人とか。いや、その多分ね、20対1とか30対1っていう喧嘩ってあるんですけど、はい、その30人が全員かかってくるってことはないんですよね。ああ、確かに確かに。そんなやったらもう多分死んでると思うんですよ。はあ、リアルに言ったら多分30人とか20人いて、その中の5人ぐらいが圧力をかけてきて攻撃してくるっていう感じなんですよ。だからその、なんていうんですかね、圧をかけ、30人とか20人おったらやっぱりこっち一人で行ったら怖いじゃないですか。はい、
だその圧力がかかっていつもの動きができなくなるんですよ。ああなるほど。そう格闘技でもビビったらやっぱ、うん、パンチを効かされて焦ったりとかしたらこうもうわーってこう弱くなったりするじゃないですか。はい。それと同じでもうそれが最初からなってるような状況というか。すごい。20人ぐらいいたらそのまあ攻撃してくるのは5人ぐらいなんで。なるほど。その別にそうですね。何20人ぐらいはいたと思うんですけど別に20人に攻撃されたことはないんで。なるほど。はい。あの僕あの朝倉未来選手に一回あの話を聞かせてもらったときに、はい、あのなんだっけな彼が使っていた最強の武器っていうのが自転車だって言ってたんですよ。はい。その相手がその金属バットとかなんかわかんないけど、はい、こういう武器を持ってきたときにその辺に、まあ、落ちてるっていうか置いてある自転車で防ぐと。はい。もしくは投げつけるとか。はい。金太郎選手はそういうのはあった。いや多分ね無理やったんですよね。山だから。あの僕らまだ中学生やから、まあ、その時原付乗ってたんですけど原付で行ったらまずあの普通に止まった瞬間にあのフルスイングされたんで普通のあのなんか棒みたいなんで。だからそれがもし自転車やったとしてもその自転車使ってる余裕多分なかったっすねその時は。使い方がうまかったんじゃないですかね朝倉選手は喧嘩の極意があったんじゃないですか、そうですね、武器の使い方がうまかったんじゃないですか。じゃあ基本的にはもう素手でやったんですね金太郎選手は。選手っていうか金太郎君は、まあ、結構そのそうですね僕らのところはなんか武器使ったらあかんみたいな、うん、武器使ったりとかなんか喧嘩で警察行ったりとかそういうのはもうダサいみたいな感じになってたんでしょうもないなんかそのなんかルールみたいなのがあったんですけど、まあ、一応それは守ってましたね。なるほど。その喧嘩の時だけは。はい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 。でアウトサイダーに今なんていうの自分がリングに上がるようになって自分のエネルギーみたいなものを全部こうリング上に持っていけるようになったじゃないですか。そうですね、うん、なんか格闘技やってからはまあなんか格闘技やってからも周りも変わったですね結構。うーん、そのこういうあの友達関係が変わった。いやそんなんじゃなくてなんか、うん、金太郎も格闘技やってるし喧嘩できひんなみたいな。あーなるほど。じゃあ、あんま誘われることがなくなったって。そうですね。17とか18、アウトサイダーで出た17、18けど、やっぱりまだその年ってまだそういうのあったりするじゃないですか。はい。やけど、やっぱり、まあ、周りはそんなやってたけど、あの、金太郎はちょっと格闘技やってるから、うん、あかんな、みたいな感じで、こう、自然と周りがこう、理解してくれてたんで、うん、そういうのは、だいぶ、もう格闘やってからは少なくなりましたね。なるほど。あのそのやんちゃしてた頃とその今リングに上がるまでにこう練習して上がるっていうのってやっぱりこう意識としてなんていうのあの何ガキだったなって思うもんですか。ガキだったなっていうかそのまああのそれは年若かったんでまあ、うんその年ではそれがもう普通やったんかなって、はい、まあ今そうやったらやばいけど、はいはいはい、まあその時のその自分はそういう自分やったんやなって。うん、別に後悔してはない。なるほどなるほど。やっぱり朝倉海選手の殺傷能力が強いなっていう風な印象と、うん、井上選手の打撃のコンパクトさがすごい増してるなっていう、うん、まあそうですね。でもなんかやばいなっていう印象はないなっていう、うん、